はい、あ、こんにちは。管理職医療23年も専従やってます中村と申します。よろしくお願いします。今話題になってる同一労働同一賃金ということについて少しお話をしたいと思います。で、まあ、前パネル見てください。最初にパート労働、有期労働法から労働者派遣法の真実って書いてますけども、真実だから難しいんですけどね。何を言いたいかというと、同一労働同一賃金っていうのはこの日本の社会ではない。まあ、法律なんかこう同一労働同一賃金っていうふうに騒がれてますけど、法律には何も同一労働をやったら同一賃金しなあかん、審議方処罰するとか、そんなこと一切書いてます。罰則も何にもないです。だからザル法なんです。というのが、まあ、真実といえば真実ちゃいますかというのが言いたいこと。まあ、そうやけども、まあ、それなりにちょっとぐらい進んだとこがあるんで、その辺の説明を若干しときたいというふうに、まあ、思ってます。で、一つはまずこの法律ですけども、これはまず正社員、通常の労働者って法律上ではなってますけども、本当はね、その正社員なり通常の労働者という人と同じような仕事してるというふうに思う人だけが対象です。それも非正規とかね、アルバイトとかパートとか契約社員とか、まあ、いろんな雇用形態ありますけども、その人たちが正社員と同じ仕事してると、これが対象です。だから違う仕事してる人は全くこの法律との関係性はないんです。一緒の仕事、なかなか難しいですよこれは。で、一緒の仕事してても違うというふうに雇い主は言うし、いろんなところの経営者も含めて言います。ましてやそれ違うんちゃう、ほんまのことどうやというふうに考えてみたら、これ裁判やるとか、なんか相当時間と暇と金をかけてね、やらないと結論出ません。そんなことやってたら、なんかそのことやるだけで、要するに給料下がる、余分なこといるとかいうようなことで厄介な、そういう意味では争うということは非常に厄介なことです。まあそういう意味で真実ということと原的に一緒やという正社員なり通常の労働者ねと一緒やと、非正規の人が一緒やというふうに思うところ、思う人はどう始めたらいいかということが、こういうことを分かっとかないと全く役に立たない法律です。で、まあ一つは法律の中にね、新しくできた法律の中に、要するに説明を求めることができる、まあ、求められたらしなあかんというような書き方がしてあります。だからできるんです。一緒やなと思う人はね、社長さんに正社員の方と私となんで基本給がちゃいますか、手当がこんだけついてません、ボーナスも持てませんというようなことは言えます。せやけども本当に一人でね、勇気持って社長や、まあ法律上が事業主になるんですけどね、そういう人たちに説明してくださいというふうに言いに行けますかという、そういう問題があります。なかなか難しいでしょ、これはほとんど行かないと思いますね。今までも別にこういう法律じゃないけども、いろいろ似たような法律っていうのはあります。均等待遇するとか、差別をしてはあかんとか、で今回の法律で言えば不合理なことはあかんって書いてあるんです。差別的扱いしてはあかんって書いてあるんですよ。それあかんとかいう書き方は逆に言うと不合理でなければいいんだという理屈になりますね。で、差別的扱いしんひんかったらいいんだというになるんです。だから曖昧な法律なんです。法律っていうのはそういう曖昧性を含んでるというふうに思います。だからそのことをもう分かった上で唯一役に立つのは確かに説明を求めることができる。まあ多分一人だったら大変やし、ほとんどの人は言いに行かない。社長に言うたら後でいじめられんちゃうか、あるいはのけもんされんちゃうか、あんなやつ辞めさせてしまえということで、まあ余分な
労力まだ使わなあかんし、ストレスもたまるし、というようなことを言って、ほとんどの人は多分勇気を持って言いに行く人というのは稀でしょうと思います。で、まあどうしようかという人はね、はどうしたらいいかっていうのをちょっとヒントだけ教えて終わりにします。一つは、同じ職場の仲間でね、正社員の人とかその通常の労働者と一緒やなと思う人、自分一人じゃなくてできたら同じような仕事やってる人いると思いますから、そういう人を一緒に集めて、それで勇気を持って一人じゃなくて二人三人やったらちょっと元気出るんちゃうかな。そういうふうにして社長なりそれなりのね、こういうことを話し相手する会社の経営者の、そういう事業主の責任ある人に説明を求めるというような方法があると思う。で、私はまあ管理職によって、まあどっちかやったら、課長とかね、いう人の組合やってますけど、まあ相談は乗りますんで、組合にね入るという手もあります。だからとりあえずこの法律で唯一ね使えそうかないの説明を求められたらしなあかんというふうに書いてあるところが役には立つと思います。でそれも相当やっぱり勇気がいるんで、一人で大変な場合はやっぱり仲間を集める、一緒に行動をね起こせるような人を集める、そうか、まあ一人でも入るような組合もあるんで、そういうところに相談をして、だから本当に同じ仕事してるんだから同じ給料もうて当たり前なんですよ。そのことが言えないようなやっぱり仕組みに社会がなってる、雇用形態が違うだけでね、正社員と他のね、あの派遣とかいう雇用形態ね、アルバイトとかパートとかいろいろあります。そういう意味で本当の意味で同一労働同一賃金やったら、フルタイム8時間で働く人、あるいは4時間のパートタイム、時間あたりしたら一緒にないとあかんですよ。これは別に日本はやってないですけど、ヨーロッパとかオーストラリアとかね、そういうとこはそういう制度なんですよ。だからフルタイムなのかパートタイムなのかという違いはありますけども、割り算してね、掛け算してしたら時間あたりは一緒やと。これが同一労働同一賃金だ。日本はありません。まあよくその辺分かった上で、まあ本当にいい説明を求めたろうという人は頑張って仲間を作るか、一人でも入れるような組合に相談してみたらどうかなと思います。まあ、こんなところで終わりますので、よろしく。